どうもスーです。ということで今私は北海道の函館に来ておりまして、いきなり函館からスタートしてるんで、なんじゃそりゃみたいに思う人いるかもしれませんが、それで本日はちょうど今私の後ろに見えてるこちらのホテルですね、WBF ホテル函館渡摘の湯というね、ホテルに、宿泊します。こちらのホテルの場所は函館駅から歩いて3分ぐらいですね。まあ、過去に何度も取り上げてまして、特に福岡のね、まあ、朝からステーキ食べ放題のホテルとかすごい皆さんからね好評だったんですけども、こちらもねそれに負けないぐらい素晴らしいサービスがありまして、朝食もめちゃくちゃ豪華な海鮮をね食べ放題でやっているのと、まあ、天然温泉があったり、あと風呂上がりのアイスクリームサービスがあったりとか、なんかいろいろあるんですよね。なので今回私こちら手配して一泊する予定でおりますので、まあ、その様子を皆さんにお届けしたいと思います。早速チェックインします。久しぶりに WBA ホテル泊まりますね。ホワイトベアファミリーだったかな、白熊観光という旅行会社さんが元になってた、ね、グループのホテルだったと思いますけど、すごく綺麗で立派ですね。それで今回私は725号室ですね。ということで部屋に入りました。こんな感じの部屋になっております。思ってたよりも広いですね。 WBA ホテル部屋が狭いかなっていう感じはいつもしてたんですけども、まあ、十分ですね。先ほどチェックインするときにあの部屋をねアップグレードしてもらったみたいなんですよ。シングルルームで予約してたんですけど、これダブル、ルームかな、まあ、ダブルベッドになってるだけだと思いますけどねはい、まあこんな感じでベッドが非常に大きくて、はい、良さそうです。この辺があのパジャマとかかな、はい、でコンセントとかもしっかりありますし、間接照明も綺麗ですね。であとはペットボトルの水も2本ありますね。これはありがたいですね。それでこちらがデスク周りかな、うん、あテレビもこちらにありまして、東芝製の結構でかいテレビがありますね。折り紙が置いてあって、これイカなんですね。さすが函館なんであれなんだ。あと空気清浄機もありますし、各部屋に1本お贅沢ですね。アルコール消毒液も置いてあります。でコンセントもたくさんありますね。こちらにもありますし、ここにもありますね。あとはこちらが冷蔵庫と金庫で、こちらが、まあ、お茶とか湯沸かしポットですね。それでこちらがトイレと洗面台ですね。でバスタブがなくて、こんな感じのシャワールームですね。私はこれで全然十分なんですけど、皆さんどうですか。バスタブないと困るっていう人も、まあ、いるとは思うんですけども、まあ、その辺は皆さんねいろいろ考えてあのホテルを選んでもらえればと思います。もちろん大浴場でさらに天然温泉があって、こちらの大浴場かなりね気合入ってて広くて、いろいろね、お湯の種類もあるっていうのを聞いたんで、そちらが楽しみで今回予約したんでね。まあ私はここも多分使わないと思います。あとは景色は、こんな感じかな。うん。函館駅の反対側の窓ですね。この部屋のこっち側は、あの駅の方なんですけども、まあ別にそんなに景色に私はこだわりないので、大丈夫です。ちょうどね、あそこに見えるかな。マックスバリューとかあったり、この辺にもね、コンビニがあるんですよ。だから全然余裕ですね。はい、ということで、まあ、部屋の紹介はこんな感じになります。それでねちょっと面白いことがあって、あのルームキーって大体ね、さっきこの部屋もそうですけども、入り口でカシャッと入れて、それで部屋の電源がわーっとついて、まあ電気が使えるようになるっていうパターンがあのほとんどだと思いますけど、これなんか真っ白のカードがこんな風に入ってて、でこれよく読むと、まあ、外出時ね空調を切りたくない人とか、まあ、バッテリー充電してる人のために、まあ、このサブのね、まあ、その電源を通すだけのためのカードをあのこんな感じであの入れてくれてました。これねこういう気遣いめっちゃ嬉しいですね。まあ、普段私こうカード1枚しかもらえない時は適当なカードをねあそこにぶち込んで、あのそれでねルームキーを外に持って出かけるとか普通にやっちゃうんですけども、はい、こういうの最初からあらかじめやってくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。あとはこのホテルのチェックアウトの時間ですね、まあ、基本は11時という感じで、まあ、他のビジネスホテルに比べたらちょっとな長いというか、だいたい10時とかが多いと思うんですけどね。ただですね、まあ、無料の WBA ホテルの会員になりますと、さらにね1時間あのチェックアウト時間が伸びますんで、12時まで滞在することができるようになります。そして運が良ければ部屋のアップグレードもしてくれるという感じで、今日実際にねあのシングルがダブルになったりとか、まあ、そういった恩恵は多少なり受けれたかなということで、 WBA ホテル
WBA ホテルはかなり良心的でね、あ、私結構好きなんですよね。あとはですね、このホテルの売りとしてはラウンジのコキハナダというね、場所があるんですけども、こちらね、宿泊者は無料でアルコールも飲んだりとかジュース飲んだりっていうね、そういったことも本来はできるんですけど、今ちょっとコロナでね、アルコールの提供と、まあ、ドリンクすべてね、このラウンジはやってないっていうことなんで、これはちょっと今回体験できなくて残念かなとは思うんですが、朝食がねマジでやばいです、ここのホテル。特に気合が入ってるのが朝食の浜焼きってやつで、海鮮の、ホタテであったりつぶ貝であったり、まあ、貝類、イカ、魚っていうのを、まあ、目の前でですね、まあ、ライブキッチンで焼いてくれて、それを食べることができると。でもちろん海鮮丼も自分でね、あのイクラとか、いろいろ乗せたりして食べることもできるっていうのは聞いておりまして、それ目当てで今回宿泊しております。まあ、北海道全般的に朝食バイキングはこのイクラかけ放題とか海鮮ゴリ押しのね、朝食っていうのやってるんで、まあそこまでね、北海道何回も来てるともう珍しさが感じなくなってくるんですけども、ただね、ホタテとか、まあ、海鮮をね浜焼きで食べれるとか、そういうのにちょっと興味があって、熱々の状態でね、結構お店とかで食べると高いんで、浜焼きとかもね、それが、まあ、宿泊して朝食をつければ食べることができるというので非常にいいなと思ってね、それを皆さんにちょっと今回お届けしたいと思います。あとですね、全然関係ない話なんですけども、以前に福岡の WBA ホテルグランデ、ね、宿泊してその動画を上げてね、皆さん結構見てくれたと思うんですよ。スーさんのおかげであそこね、もう常宿になりましたとかね、なんかもう泊まりに来ましたっていうメッセージ結構いただいて嬉しかったんですけども、宿泊するときに利用したね、心からというサイト、今話してる心からというね、旅行サイトとちょっと私のチャンネルタイアップしておりまして、心からでホテルをね予約される方限定なんですが、概要欄にあるクーポンコードをね、まあ、ぜひ宿泊予約するときに使っていただくと、全ホテル 5% 引きとなります。どのホテル限定とかはなくてね、まあ、その心から取ったホテルすべて 5% 引きとなりますので、まあ、よかったらですね、まあ、安い方が皆さん嬉しいと思いますんで、はい、使ってみてください。その心からというサイトさんは結構ね、国内のビジネスホテルに関してもね、かなり取り扱いが多くて、皆さんご存知ですかね、エクスペディアっていうホテルの予約サイトありますよね。あそこと業務提携してるというか、まあ、同じグループというか、そういった旅行予約サイトの会社さんなんですけども、日によってはかなり安いセールをやっていたりとか、あとはまあ以前ね、クーポンコードっていうのがあって2500円宿泊割引になりますよとか、そういうかなりお得なイベントとかもちょこちょこやっております。で、全国どこにでもあるようなアパホテルとか東横インとかっていうのも取り扱ってるので、まあ、そこの最安値をね狙ってみるとかもなかなか面白いのかなと思ったりしますんで、まあ、活用の幅は広いです。高級温泉宿とか高級ホテルっていうのも全然取り扱ってますので、まあ、5% 割引のね幅を利かせるんであれば高級宿を取った方が割引率は上がると思いますけども、まあ、皆さんよろしければですね、まあ、私の概要欄のクーポンコードを活用してね、まあ、一応期限は今のところありませんので、まあ、5% ね割引になれば、まあ、1回の、ね、食事とかジュース買ったりするぐらいは安くなると思いますんで、皆さんぜひよろしければご活用してください。何度も言いますけど、概要欄の方にクーポンコードありますんでね。それでですね、私が気になってるお店というのは、なんとね、ミスタードーナツなんですよね。せっかく函館に来ててあれなんですけども、なぜミスタードーナツに行くのかというと、全国のね、まあ、販売価格よりもかなり安めの金額で食べれるということで、ずっと気になってて、ちょっと今日は確かめに今から行こうと思います。路面電車の五稜郭公園前の目の前にあるミスドですね。ということで、私の定番のフレンチクルーラーとポンデリングとチョコオールファッションですね。で、これが60円、ポンデリングは普通の値段で110円でした。で、フレンチクルーラーが、フレンチクルーラーが70円ですね。アイスコーヒー、はい、それでアイスコーヒーが220円で、合計が484円ということでめっちゃ安いですよね。これね、函館のお店だけ安いらしいんですよ。なぜ函館のミスドはこんなに安いのかっていうのを店員の人に聞いてみたらですね、キングベイクっていう、まあ、函館の中のかなり大きなパン屋さんがあって、そちらと協力していることによって半額ぐらいの金額でね、まあ、出せるドーナツがたくさんあるので、日本でもここだけしかこんなに安くないんですよという話を今聞きました。それ知らなかったですね。
物価が安いからかなと思ってたんですけど、さすがに安すぎだろうと思ったんで、はい、まあ、北海道来てミスドを食べに行くっていうのは何だお前みたいになるかもしれないですけども、まあ、これはこれで面白いのでありですね。まあ、皆さんよかったら来てみてください。温泉入ったりいろいろブラブラしてみようと思います。それでこちらが綿摘の湯ですね。早速入っていこうと思います。それでお風呂場のね、入り口の前にこんな感じでアイスクリームがあって、ラビスタと一緒ですね、はい、ドトールじゃないわ、ドールのアイスなんですね。でこのフリースペースが使えます。あとはこちらランドリールームもこんな感じであったりとか、自動販売機コーナーもしっかりとありますんでね、こんな感じです。お酒は売ってないですね。ということで温泉入ってきました。めちゃくちゃ良かったです。源泉かけ流しでお湯は茶色い鉄分が多く含んだ温泉でしたね。ラビスタの時と同じかな。いや最高でした。めっちゃ広いですね。露天風呂も、3つぐらいありました。それでこちらアイスですね。これちょっと食べます、それで今夜の晩御飯なんですが、こちらを買ってきました。じゃん、北海道のダブルコンボですよ。これ見ただけで分かる人ね、結構多くいると思いますけども、まずこちら函館といえば長谷川ストアですよね。こちらでお弁当を買ってきました。焼き鳥弁当ですね。であとは北海道のスーパーエースセコマでですね、まあ小鉢というかちょっとしたおかずを何品か買ってきました。初めて買ったんですけども、こちらね、セコマの茶碗蒸し、ほんのり甘い茶碗蒸しね、これ110円です。結構ね量あります。で私の大好きな北のポテトサラダ、これもねセコマの大人気商品ですよね。必ずセコマでなんか買うときは買いますね。であとね、視聴者さんがおすすめしてたこれをねちょっと見つけたんで買いました。あのセロリのシソ風味漬け、まあ私セロリ大好きなんで、これもねちょっと試してみたかったんですよね。なんかお酒のおつまみにも良さそうな感じがして、これもねこれ128円です。であとまあこのペットボトルのセコマのお茶ですね。はい、これはね嬉しいな、テンション上がりますね。いやめちゃくちゃうまそうだな。特にこの長谷川ストアの焼き鳥弁当で、これダブルってやつを注文したんですよ。680円だったかな。このね海苔のご飯の下にもさらにこの串がね、また入ってるということで、まあ、全部で4本かな、上に3本下に1本みたいな感じで、ね、これも人気っていう言ってたんでこれを選びました。それではいただきます。ちょっと気になってたんですよね、このセコマの茶碗蒸し。いただきます。結構でかい。うん、あ、全然味が違う。あの僕が知ってる茶碗蒸しと、なんだこれ、超甘いわ。プリンぐらい甘いっすよ。うん、え、北海道の茶碗蒸しってこんな甘い味なんですか。なんか薄味でね、出汁の効いたのがなんか茶碗蒸しのイメージがあるけど、これ大量に砂糖入ってんのかな、みりんとか。これはこれで美味しいけど、デザートぐらい甘いです。でこれがセロリかな。いただきます。うん、美味しい。セロリね結構嫌いな人多いんですけど、僕は昔から好きですね。うん、自分で作るあの野菜スープとかコンソメスープにもセロリ買ってきて入れてますもんね。うん、まああとはセコマの定番ですね、北のポテトサラダ。いただきます。なんでこんなにうまいんだろう。濃い茶ってやつね。これねめっちゃいいです。これで100円なんですけども、 600ml も入っててかなりお茶も濃い味がして、これもね大好きなんですよね。あーうま、これも全国で売ってほしいな。なんかかなり肉が入ってますね。一本どころじゃないかもしれない。海苔も二重なんだ。こんな感じです。はい、いただきます。タレがね何とも言えない長谷川ストアの味ですよね。まあこれだけ食べても1000円ぐらいなんで、うん、コスパはかなりいいですね。もちろん外食で美味しいもの食べに行くっていうのも全然ね、せっかく函館に来たなっていう気持ちもわかりますし、
私も好きですけども、たまにはこのホテルで、まあこのひっそりとご当地のものを食べるのもありですね。うん。ということで今日はもうこれで寝ようと思います。いや本当にね、温泉も素晴らしいですし、スタッフの人の対応もすごいしっかりと丁寧なサービスしてくれるんで、冒頭も言いましたけど朝食ですね、うん、かなり気合入ってるということなんで、まあ海鮮丼もね有名なんですけども、そうじゃなくて私は今回浜焼きをメインでね、朝からでっかいホタテとかそういったものを食べたいと思いますんで、まあ明日の朝皆さんにお見せしたいと思います。それではおやすみなさい。それでは早速朝食を食べに行きます。それでは早速朝食の紹介をしていきたいと思います。こちらが朝食会場ですね。とても広くて落ち着いた雰囲気です。飲み物コーナーには函館牛乳、まあ、ご当地牛乳ですね、そういったものもありますし、ジュースもたくさんあります。で、卵焼き、唐揚げ、ほうれん草などたくさんあって、まあ、これ和食コーナーかな。であとサラダバーも充実してましたね。まあ、メインは海鮮丼と浜焼きなんで、これがデザートですね。デザートもなかなか美味しそうです。シリアルもあったりします。で、こちら小鉢に入ったお刺身コーナーですね。ハマチとかサーモンとかイカ、マグロでイクラ、こんな感じであります。あと塩辛とか松前漬けとかたらことか、そういったものもありました。で、こちらメインの海鮮浜焼き、これがねすごいんですよ。ちょっとね、人がたくさんいたんで、人がいなくなった後に撮ったんで、今シシャモと鮭しかないんですけども、はい。で、これが自分が注文したやつですね。ホタテと北海道のつぶ貝、他にもねアサリとかハマグリとかそういうのあったんですが、とりあえず今動画で撮ってるのはこれだけですね。はい。ホタテめちゃくちゃうまいです、焼きたてで。うん。で、あとこちらがその他のものですね。まあミニ海鮮丼自分で作ってきまして、こんな感じでね、まあよそった感じです。はい。で、あとおかず類もね、まあそこそこ美味しかったですよ。うん。揚げ物もしっかりありましたし、うん、カレーとかね、他の麺類もあったりしたんですけども、ちょっと全部は無理だなと思ってね、食べきれる分だけ持ってきました。うん。これカニクリームコロッケとエビフライで、白身魚のフライとか、まああとソーセージとかね。ソーセージは今回2本です。で、今オレンジジュースを飲んで、まあ今から食事スタートということで、これがね焼きたてのホタテですね。これね、おかわりも何回もできて、で、スタッフの人に聞いたら、ね、海鮮浜焼きとか、まあ、居酒屋で食べると2000円とか3000円しますよと言ってたんで、まあ、それがね、ここで、まあ、宿泊料込みで食べれるっていうのはかなりお得ですね。いや、ホタテね、生も美味しいんですけど、焼くと美味しいですよね。もう無限に食べれますよ。で、こちらが、海鮮丼ですね。まあ、丼もね、結構ちっちゃくて、ほんとお茶碗サイズなので、ご飯少なめで、お刺身たくさんっていう人もいますし、いくらだけたくさん入れて食べてる人もいますんでね。これね、生の本マグロです。結構ね、すごくないですか。美味しいですね。マグロ好きの人には喜ばれると思います。で、いくらもとても美味しかったですね。いや、もう大満足ですね。朝から本当食べ過ぎてますね。ぜひぜひ皆さん、こちらね、北海道来たらビジネスホテルの朝食っていうのをね、堪能してください。はい。これつぶ貝ですね。いや、美味しいわ本当に。もうでもね、貝類が苦手な人もいるかもしれないんで、私は貝が大好きなんで、いや、本当美味しかったです。で、これもエビフライ食べてますね。いや、もう今この動画を編集してるのを見てるだけでも、もうちょっとお腹が鳴ってきました。それでこの後、デザート食べてますね。はい、これパンナコッタとかぼちゃのプリンとトマトゼリーだったかな。で、あとコーヒーマシンのコーヒーですね。ということでホテルチェックアウトいたしました。まあ、朝食の浜焼きめちゃくちゃ美味しかったですね。で、まあ、動画内でも言いましたけども、WBA ホテル、私大好きなホテルグループの一つでございまして、非常に皆さんにお勧めしております。お店によっていろいろコンセプトが違ったりしてね、そのホテル独特のなんか特色を出してるっていうイメージが私にはありますけど、こちらの函館の WBF に関してはやはり天然温泉かけ流しと、やっぱり朝食の北海道定番のね、ホタテとかそういったものにね、海鮮に力を入れてるんだなっていうのは、よく分かりました。北海道のホテルは基本的に、海鮮丼とかね、朝食で
かなり食べれるホテル多いですけども、焼きたてのあの浜焼きをね、しかも好きなだけ食べれるっていうのはあんまないのかなと思いましたんでね、はい、あのぜひぜひ生ものが苦手な人でも食べれると思いますんで、ね、今回こんな感じで函館駅の近くにあります WBA ホテル宿泊してみたっていう動画これで終わりたいと思います。ちょうどね今私こんな感じで T シャツ着てるんですけども、失敗しましたね。一応上着持ってるんですけど結構寒いです。はい、ということで、まあ、皆さん体調管理には気をつけて、今後ね旅行が盛り上がっていくと思いますので、ぜひぜひ皆さんたくさん旅行してみてください。今回こんな感じでこの動画終わりたいと思います。皆さんよろしければ感想コメント、また高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひ。ということで以上、スーチャンネルスーでした。バイバイ。